鳥羽水族館のラックロムあそう俺ラックちょっと、うん、動画撮ってきたんですよ俺水族館でこれアザラシこれアザラシかこれな、なんやこれでもなんか可愛いから撮っためっちゃ丸かったでこれね他のアングルから撮ったやつもあんねんこれ 見て <laughs> <たい> <laughs> んか魚雷みたいなこうなんで仰向けになって泳ぐんですよかわいいそう丸っこい フォルムがいいよね。で、これがラッコか。ちょっとラッコのショーをね、人多すぎて遠くからしか撮れなかったんですけど、これラッコちゃんですね。なんか飼育員のお姉さんがちょっとご飯あげてる時間で、もう客多すぎて、もうま近づけなかった。至近距離で見たかったんやけど。これもラッコ。ラッコってこう、立ったら結構、長いねんな。 てか、立つんやなと思った。これ、ラッコあ、これ <laughs>、アザラシ何枚撮ってんの俺。これもアザラシ。ははは何とも言えない感じがいいっすね。それなんか丸い動物好きやねんなぁ。 丸いのって可愛くないこいつマジで可愛かった。さすらいの男。こいつの水族館にいました。<laughs> 誰が撮ったのこれは、 なんか、その辺にいるお、おじさんとってもらった。あ、あとね、俺、これもなんかびっくりした。なんか、こういうポケモンおりそうじゃないなんかイルカかな哺乳類らしいねんけど、イルカかなんかの仲間で、こう、全身がこう、黒と白のなんか模様になってる。いや、シャチじゃないね。イルカらしい、こいつ。 いや、シャチなんかないや、シャチではなかった。でも、イルカの一種やった。なんてやつこれなんていう一種類だかなバンドウイルカやったっけ色、あ、色分けイルカ、それだ確かそれ、色分けイルカ。 あとなんかこのや,やたらでかい猫こう熱帯雨林とかに生息してるらしいヤマネコかなちょっと名前覚えてないけどっ <laughs> だっけこいつ これ、アシカのショーです。これ、すごい良かったわ。これ、これ、拍手してくださいって言うねん、こうやって。あれ、終わっちゃった <laughs>。 これあ、これラッコちょっと画面のあれが逆やけどこれラッコですああかわいいわ という感じでしたね <coughs> <coughs>